の時間はあんまりお客さん来ないですし、ゆっくりしていってください。この時間帯は私もゆっくり接客できるから好きなんですよ。こうやってお話しすることもできますし。そうそう、あったら話したいことあったんですよ。いえ、そんなに重大なお話じゃないんで、そんなに身構えないでください。この前アフターグローのみんなと一緒に猪島へ行った時の話がしたくて、トモエちゃんが猪島の写真集を見てたのをきっかけに話が盛り上がってみんなで行ったんですよ。それで水族館に行ってイルカショーを見たんです。イルカショーって見ることありますか？私小さい頃からイルカショーが大好きで、水族館へ行ったら絶対に見るようにしてるんです。イルカすっごく可愛いですよね。いろんなことができて頭もいいし、表情もなんだかいつも笑ってるみたいで可愛いなって。それからイルカとトレーナーさんの信頼関係が見えるのもいいんですよ。信頼関係がなかったらショーでお客さんを喜ばせることってできないと思うし、あ、そう考えるとイルカとトレーナーさんの関係ってバンド活動でも同じなのかもしれないですね。信頼関係がないとどれだけリズムに合わせようとしてもバラバラになっちゃうような。お互いのことを理解し合ってるバンドの音って聞いてて気持ちがいいですもんね。私たちはずっと昔から一緒にいるから自然と信頼関係が築けてると思うし、気持ちよく聞いてもらえてたら嬉しいです。そういえば私がイルカショーを好きになったきっかけ、小学校の遠足だったんですけど、ショーを一緒に見たのって今考えるとアフターグローのみんなでした。あの遠足から何年も経ってるのに同じメンバーで見られるのって幸せなことですよね。これから先もずっとみんなでイルカショーを見たり、いろんなことを一緒に経験できたらいいな。はい、そんな風にいられるように見守っていてくださいね。